ソロ。ソロ。いや、挑戦ソロ。ソロ。うん、ソロ。で、外してみて、ここを掃除して、こう、真っ赤になってるから、かっこ悪いから、うん、こういう石を入れようかなと思ってるんです。うん、両方とも、あ、両方とも上だな。ここだな。だから、どっちかがここだから。両方とも入ってないな。これ両方とも入ってないわ。このまま行けるの？行けばいいんだね。で、ここに行くときに。膝張り感じ。その足にも抜けないんだ。うん。この根の間にある土みたいなの何だ、土かえ、いや、この、この、もう漏らされてるやつ、土か、土でしょ、土かよ、うん、いや、それはカンカラガンだわ、いや、キノコなってるここにどうもならんな、こんな潰れてもなってんのかよ、それ根っこで繋がってるのかよ、うん、繋がってるよ、これね、あのパイプ上げたけどさ、4年になってないさ、だからこれ貼ってやれば、ね、なんぼ開いてもさ、頭、これに入るような頭ないからさ、なんか外して、くるくるっと回して、なんかうまいことやって、ちょっとやってる、これだったら、デボコだったら根っこ削っかなと思ってた、うん、もうちょっと、もうちょっとあれか、ほら、うん、ここ何歩開いてもこの幅は決まっちゃってんだから、これ開くわけじゃねえんだから、ここ掃除してこれ開くならいいよ。
今日の苔はあのこの間みたいに先っぽだけ切って貼り付けるじゃなくて苔そのものを薄くして貼ります。はい、汚いって言うのか。あんまりこっちを切りすぎるとバラバラになります、うん、だからって切らないとまた熱いし。コケ張り係長は一応いつも歩くたびに下向いて歩いてるのかよ。はい。どこにコケあるか、ビニールの袋と持って朝歩きに行くときにもっと歩きますよ。はい、この合わせ目をきちっと分からないように埋めたら綺麗ですよ。今この苔はあのそこの物置の横から拾ってきました。はい、どこに何あるか俺も分かんなかったけど、それでこうちょこっとこう穴開いてるんですけど分かるかな、うんうん、ここ、うん、これを今ここだけを先に入れて作っちゃいますんで、このぐらいのもの。ね、趣味でこうやってやってる人半分趣味の人は丁寧にやるから。そうそう。俺らみたくね、もうパパパパパってね。やっぱり見てる人の感じが違うよ。やっぱり違うよお前、うん、やっぱりね、あの好きでやってる人のやつは丁寧だからね。さっきのただ俺作新で取ったとこ低くなったからこれでこう埋めてやれば、うん、本当苔が低く見えるでしょう。こういうやり方もあるんですよ。だからこう苔の膨らみの分ね、そう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 、その土で炭素をなくして、そう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 、こういう感じでこう仕上げていけば、うん、それで絵が見えると思うんです、うん、自然と苔がこっちまで侵食してくると、うん、で長年あれすると出てくるから、うん、こっちの方にね、いいでしょこんなでっでっでっと出るようにね、うん、これ、うん、テレップに、うん、苔張り係長もなかなかセンスがいいですって、うんあの社長からお褒めの言葉がもらえましたって。よし、こんな感じだ。見づれんだよな。ここに石あるから、ここねんから。いや、その土も濡らせばいいでしょ、ちょっと。じゃあ濡れてんだよ、これ。いや、その、今あ、これかい、うん、うん、まあまあ浸透するからいいかなと思って。こぼれちゃうからさ、これ色合いが全然違うもん。うるせえなはい、うん、こんな感じです。いいね。そこまでしないでいいでしょうがもらえない。あ、そっか、いいですね、うん、それで あれでしょ、石入れたとこも写してるんでしょ、うん、初めからもう写してる。そしたらコメントもまた違ってくるんだよね。これ後から石入れたけど
そのうちに長年年数経ってくると石を噛んできて、あの根がかぶってくるからね、うん、そうするともっともっとね、味わいが出てくるね。これはまだ我々から見るとね、石を入れたっていうのがすぐ分かるわけね、うん、だけどこれがちょっともう何年かしてね、この本体が太ってくるから、そうすると石を巻いてくるからね、ちょっとでも巻いてきたらね、もう極端な話、ここがちょっとこう膨らむの巻くときはね、うん、くるっとこれからあのこう、うん、マグマがだんだん増えていくぞっていうのはね、あの溶岩が増えていく感じあるでしょ、あんな風に出てくるわけさ、ポコポコポコっと。そうするとね、ますますね迫力が出てくるね。で、あの木がたくましく見えるしね、うん、今まだちょっとねたくましさが見えないんだよね、根元がね。それが今ね石をねこう侵略してくるから、だんだんそして征服するようにどん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 こうマグマが迫ってくるようになってくると、もう迫力満点。締めたもんだ、うん、そのうちにね長年経ってね、この木がね、これ 作者っていうか、これを持ってる人がね生きてればね、もう石が見えなくなるぐらいになるんだわ、うん、どんどん太くなって。それが嫌だったらね、あの削ることもあんでね、石を見せたいっていう。何を削るの？出てきたやつを、出てきたやつをあんまり隠さないの、石を。隠れちゃうの石、いずれ、うんうん、なくなっちゃう。2代目か3代目になると、うん、そうするとそれを見せないのも芸だけど、うん、また石見せるのもね芸なんでね、この出てくるやつをマグマを少しずつ削っていくね。して石をねいつも見えるようにしとくっていう方法もあるんだよね。せっかく石入れてたのにね、うん、全部隠れちゃうから。その代わりこれ、うん、古くなったら取り込んじゃうもん全部。根っこもつながってからこういう方法しかないもんね。うん、そうだね。穴に突っ込むって言ったってこんな都合のいい石ないもんね。うん、そうそうそう。いやこれはね、あの日に日に時間、日に日に良くなる、うん、ね、あまあ、日に日年々良くなる。一応正面はこっからいいかい。はい。いやいや、大きいぞこの音いい？あー、治った。あはい、こんな感じです。